スリープフリークス講師の大鶴です。はい、今回はエレクトリシティのシリーズ第3弾ということで、いよいよギターソロやリードギター、こちらの打ち込み方のコツについて解説をしていきます。ソロフレーズの打ち込みとなると、ますます多機能がゆえの扱いにくさというのを感じていらっしゃるかもしれませんが、この動画ではなるべくお手軽にそれっぽい雰囲気を出していくという方向性でお話をしていければと思っています。で、今回はまず完成したサンプルを聞いていただきまして、どのようにしてこんな風に仕上げていくかというポイントを解説していきたいと思います。はい、それではまずお聞きください。はい、こんな感じになっております。で、打ち込むにあたっての準備なんですが、ソロやリードにはそれ専用のエレクトリシティというのを一つ立ち上げましょう。特有のセッティングが必要になってきます。で、セッティングを行うのがこちら、セッティングのタブになります。セッティングのページは前回ヒューマナイズの時にも少しお見せしたんですけれども、なかなか複雑な構造になってまして、この左上のプルダウンメニューを開くと大項目を選んでいけます。こちらを選んで、さらにつまみでページをスクロールさせるという形になっているんですが、これ全部覚える必要はないです。まず必要なものだけ覚えていきましょう。今回使うのはフレットボード、この2つ目ですね。こちらを開きますと、最初のページの一番上、フレットボードポジションという項目があると思います。この項目デフォルトではオートになってると思うんですけれども、このオートモードはバッキングの時とかはなかなかいいんですが、ソロのフレーズだとちょっとありえない動き方をしてしまいます。試しに見てみましょうか。フレットボード出しながら、こんな感じでですね、実際はこんな演奏絶対しないような動き方をするんですね。音の感じもあまり良くないです。そこでセッティングで、どのあたりのフレットを中心に使いますかっていうのを設定してあげるんですね。こういった広域のソロですと、だいたい9から15の間ぐらいに設定しておくといいでしょう。今回12を使いました。はい、もう一度フレットボードに注目してみてください。はい、こんな感じでなるべく近いところ使ってますよね。実際の演奏に近い運指になってると思います。それから音作りに関しては、まあ、曲調にもよりますけれども、サスティンが欲しい場合は歪みが強い設定にしておくと、それから FX でディレイをかけてあげると、まあ、これもさらにサスティンにつながりますし、やはり華やかさが出てくるというところはありますよね。もちろんインサート側でディレイをかけていくという方法でも OK です。それから大事なのがプレイモードの選択です。エレクトリシティには3つのプレイモードがありまして、それぞれポリモード、ソロモード、レガートモードと呼びます。プレイモードはキースイッチで切り替えることができます。このフレットボードの左上にモード出てますから、こちらに注目していてください。まずポリモードは F#0、はい、このようにポリに変わりましたね。ポリモードは和音が弾けるモードです。はい、これまでバッキングで使ってきたモードですね。続いてソロモードは G#0、はい、これはその名の通り単音弾きのモードで、もう和音は弾けなくなります。はい、続いてレガートモードが A#0、はい、これも単音弾きのモードなんですけれども、何が違うかというと、ソロモードに比べて音が滑らかにつながるように自動的に奏法を選択してくれます。はい、ソロモードと比べてみましょう。もう一度レガートモード、はい、やっぱりレガートモードの方がつながりがいいですよね。今回の打ち込みではこちらのレガートモード、これをお勧めします。で、実際にエディターの中見てみますと、このように A#0 のところにノートを引っ張って入れています。これはレガートモード中心で使っているということですね。特定のアタック成分が欲しいところだけはソロモードを使っているという状態です。ここで一点注意がありまして、通常はベロシティ91以上にしてください。90以下にするとレガートミュートというモードになって、音が伸びなくなってしまいます。まあ、それが必要な場合ってもあるんですけれども、ひとまずはレガートモード、通常のレガートモードを使うときは91以上にするというふうに覚えておいていただければ OK です。実はこのレガートモード中心で打ち込んでいくというだけでも、かなりお手軽にそれっぽい雰囲気っていうのを出していくことができます。
それに加えて細かいところでのアーティキュレーションの変更、それも全部を覚える必要はなくて、使うものはある程度特定されてきますから、今回ご紹介するものだけでも覚えておけばかなりリアルな演奏に近づけていけると思います。はい、あまりにお伝えしたいことが多すぎてちょっと長くなってしまいました。というわけでここで一旦切らせていただいて、後編に続くという形にさせてください。後編はすぐにご覧いただけるようにしますので、引き続きお楽しみいただければと思います。それでは一旦これで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。